どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左引きのエレンを書いております。今日はですね、ご報告がありまして、もうプレスリリースも出してるんでご存知の方はいるかもしれませんが、株式会社アントレースという、会社を、設立いたしました。アントレースは、まあ、左引きのエレン読んでくださっている方は知ってるかなと思うんですが、神谷雄介っていう劇中のキャラクターが作ったクリエイティブカンパニーなんですけど、まあ、神谷雄介っていうキャラクターにはモデルがいて、僕が、広告代理店時代にお世話になったクリエイターの方なんですけど、ここがね、クリエイターの方のオフィスでもあるんですけど、野さんっていうアートディレクターデザイナーの方と一緒に作った会社です。アントレースっていうその名前で1年ぐらいアパレルを販売してたんですけど、それがまあ最初のまあファーストステップだったんですが、そこから広告案件とかいろんな話をいただいて、マロっていうシャンプーと、ウィンド&シー、ウィンダンシーって呼ばれてるアパレルブランドの3社コラボでかけるアントレースで、広告案件プラスアパレル制作をやったり、幅が広がってきたところだったので、ここはもう一丁やったろうという感じでこの度会社からしました。で、実はですね、社長は僕でも小野さんでもなく、キムさんって呼んでる木村さんって方なんですけど、キムさん、じゃあお願いします。無理やりこのね、引っ張り出していく感じ で、はい、ね、キムさんはもともとどんな仕事だったんですかね。アパレル業界には十数年いまして、基本的にアパレルセールスディストリビューターっていうんですけど、海外のブランドを日本のセレクトショップに卸す仕事と、逆に日本のブランドを海外のセレクトショップ百貨店に卸すっていう、ディストリビューターインポーターっていう2つの軸で、まあ、ちょっとカタカナ僕ね、疎いんであれなんですけど洋服を売るプロ、洋服を売るプロかな、はい、はい、っていうことです。で、もともと小野さんとバスケ仲間っていうことで、まあ、ずっとつながりがあった、うん、もうアパレルをこう売って売って売りまくるぞというでメンバー含めてランチしてたら、キムさんはもっとこう表に出ろっていうふうに小野さんに言われてたんで、あ、怒られましたね、はいまあ社長なんで、今まであんまり職業柄多分別に表に出るとか、まあ、あんまりそういうことではなかった仕事だと思うんですけど、そうですね、まあ、はい、まあ、それで言うとね、漫画家もそうなんだけど、僕はあれなんでね、はい、結構出とる、ね、結構出とる、出しゃばり、出しゃばり漫画家で、はい、まあまあまあ、そういう感じでやってるんですけど、はいはい、まあ、せっかくなんでね、その結構今後、そのアパレルも広告も、ちょっとまだ言っていいかわかんないんだけど、その言っていいかわかんないことを確認しながら喋ろうと思ったら、小野さんがどっか行っちゃって帰ってこないんで、あれなんですけど、多分ね、まだちょっと言っちゃいけないことが多くて、言いたいこといっぱい、こういうのもやるよ、こういうのもやるよっ て、ね、だからいろいろあるね、アパレル広告だけじゃないよ、はい、案も作っちゃうよとか、うんをプロデュースしちゃうよとか、はいはい、いろいろあるんだけど、言っていいのか分かんないから言えないですけど、まあ多分まだ言わない方がいいかな。今いろいろやっていくぞという、感じです。なので、はい、今日、まあこの動画はちょっとご挨拶というか、ご報告なんですけど、今後、まあせっかくね、いろいろ面白いメンバーが集まってるから、うん、まあメンバーの紹介というか、何やってる会社か多分分かんないと思うんで、まだ全然もう、ね、その実績もまだ表に出てないんで、うんうん、アパレルブランドでしょとか、広告、いわゆる広告でしょってなってると思うんで、どういうことを今後やっていくのかとかいうのを、まあ、メイキングとか、まあ、ティーザーっていうかね、ちょい出しするために、アントレースとしても今後この YouTube チャンネルで定期的に動画出していこうかなという、YouTube ちゃんとやりますっていうご報告動画でした。でちょっとせっかくだから、まさくもじゃあちょっと、はい、佐久間 F のモデルになった佐久間くんなんですけど、仕事を教えてください。え、仕事え、さっき俺カメラの前とかで、ちょっと生意気そうに見えるから、なんか好感度低くなるかもしれないって言って、気をつけなきゃって言ってたんですよ。何今の返事。いや、僕ダメだなぁ。ダメだね。もうちょっと、もう結構、すげえ一番長い後輩なんですよ。だからすげえ仲いいんで、あれなんだけど、ハッピーのことをめちゃくちゃ舐めてる後輩というのでお馴染みなんですが、まあ前職の面白法人カヤックに今も社員としているんですけど、
そのカヤックでその広告の仕事をガチでもう一斉でやりながらアントレースにジョインして、アントレースでも広告の仕事やってくれるっていう感じですね。まあ、なのでちょっといろんなメンバーが集まってあんなことやそんなことをやっていくので、まあ、YouTube もそうですけど、あ、インスタも今頑張り始めたんでインスタの方もぜひ頑張りましょう、ね、アパレルの次のルックというか、あのもうアイテムめっちゃ同時に作ってるんですよ。それがね完成度やばそうなんで、ちょっとそういうのもあのもちろん動画で見せていくので、ぜひチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いします。お願いします、じゃあ次回メントスコーラみんなでやるっていうのを、何がメントスコーラをこっちにメントスコーラをそっちにコーラがあれだ投げ込まれるっていう、いや、ボトルに入れるやつ、あ、コーラに投げるやつなんでマジでやりたかった頑張っていくので、あのよかったら応援よろしくお願いします。お仕事待ってます。まーはい、食べようがいいなーって、いやちょっと俺すげー変なって書いたの、ちょっとマジで印象悪いと思うから本当に本当に手直した方がいいと思う。大丈夫よ。